ライブもう終わったみたいな顔してましたけど、今がこれからですので今日は私たちの学生ライブ、ラスト学生ライブってことで、そうなんですよ、私MC 最初から本当下手 で今日はなんかちゃんとしたこと言おうって思ったんですけど、結局ちゃんと考えたんですけどなんか思いつきませんでした、すみませんでも本当にそうですね、それっぽいことは全然言えないんですけど、私本当にこのなんだろう、ライブっていうかこの瞬間を一緒に皆さんと共有できて幸せです。なんで結構自分たちにしては踏み切りました。まあ後の方でもう一曲普段やんない曲もやるので楽しみにしててください。3回目なんでちょっと体力がもうやばい。でもちょっとまあロスコン、まあ、多分というか学生最後なんで全力でやってきます。じゃあいきますかね。Love.
Yeah.
水飲ませてください。はい、主催者のりょうこです。今日は説明いただきましてありがとうございます。まあ、自分的に今回はまあ卒業の意味があって、結構いろんなところで卒業ライブっていうのをやってると思うんですけど、自分の卒業ライブじゃなくてこういう形で本当に3年間お世話になったバンドや、これからすごい楽しみなバンドとか、当然なんか全員で楽しめるライブを作りたいと思って主催しました。なんで本当に正直不安もあったんですけど、本当に一バンド目のノズを見て安心したし、全バンド本当に楽しくて、今こうやって盛り上がってもらえて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。まあ録音のメンバー、リュウガとは6コアの時に一緒にやってて、今日はなんか6、9コアって言ってバンド名変えて出てくれたんですけど、6コアメンバー新しく加えたりして出てくれたんですけど、まあずっとやってて、でこの2人はその6コアを解散した時に新しく同じようにその6をやっていきたいっていう意味で声かけて結成したのがロスコンなんですけど、本当になんかステッカーとかも作ってくれて、ロスコンステッカーもらいましたか今日？もらってない、もらった、ありがとうございます。本当にすごい助けられて、自分もこうやってロスコンやってきてもう早2年ちょい経ったんですけど、まあ、これからどうやって活動していくかはまだ未定なんですけど、とりあえず今本当に最高のライブができて本当に嬉しいです。最後までまだあるので曲は最後まで盛り上がっていってください。なんかそうですね、なんかわーってこう最高って思ってる時ってなんか一瞬なのに結構心に残ったりとかなんかするじゃないですか。だからそういうのもなんか今日は皆さんと一緒に作りたいと思うので、みんな盛り上がっていきましょう。ラストの曲です。
ソロなの。Thank you.
again。